然被ることあるタイミングがあるあるだからね。え、そっか、最後の星投げ、え、そうじゃん、確かになくなっちゃうんか、明日で星投げ。え、そうよね、どんな配信になるんじゃろ、星投げなくなって。確かにね。こいさんかわいい、ありがとう。くるくるも配信できんね。そうなんですね。心は大人なんだけどな。え、全然子供だよ。え、小山さんお疲れ、ありがとう。あ、予約で気づいた、よかった。あ、ポストカードゲット、え、よかった。そう、え、逆に書いちゃったんや、あれ、ポストカードはじめ2枚ぐらい、あの、上下逆に書いちゃってて、やってしまった、ポンコツしちゃった。お疲れ様、ありがとう、ありがとうね、ありがとう。グッジョブ、サヌキッコさん、レインボースター、ありがとう。シミコさんお疲れ、ありがとう、ありがとう、ありがとう。そう、サッチもヒーターもいたよサチコ、サチコヒーター、ミーナちゃん、え、そう、ミーナちゃん、そうそうそう、ヨネダミーナちゃん、写真撮れた。そう、楽屋まで会いに来てくださって、ミーナちゃんが、いい、こんばんは。あ、ヒーターも配信してる。あ、してる？けん玉特技で自慢できる、できるから。確かに1回目でね、入れれたもんね、けん玉。そうなんよ、楽しかった。けん玉やって、 MC 企画で、あと大ジャンプしてきました。特技披露で一番高く飛べますって言って、マーキュルかわいい、ありがとう。逆に書いたのどなた、逆に書いたのもそのまま多分あの皆さんの手元に行ってる。うん、逆にサイン書いたの。え、逆なのめっちゃレアだよ。2枚、何枚かな、結構何枚か書いた中でも。そんな書いたの。そう、2枚目で気づいた2枚目で気づいたんよ。私書き直したんだけど。え、マジで？もうこれもレアかなと思って。確かにね、確かに。そのまま、そのままにしちゃ、そのままもうあのみんなのところ元へ行きました。慎吾さん結婚してありがとう。ゆずけつさんお疲れ、ありがとう。え、そう、ゆるなみなちゃんラストアイドルにいた子。うん、そうそう、久しぶりのあずみのパフォーマンス。え、ありがとう、嬉しい、ありがとう、来てくれて今日こんばんにゃ、ありがとう。また腹話術披露してね、だってするかも常にかも確かに常に腹話術してる。あずみにいじられた常にその顔だよねあ、来る、おきさんが褒めてたよってお伝えくださいだって。アッキーさん、おりきー、みきやくん、キノコありがとう。ヘタレで 2.5 期の2人が一緒になるところ何度見返せます、嬉しい。昨日の花どれ、このあそこでいいんじゃないと、あれだよ、あの力の入れぐらい、そうそう、いい、誰もそれぞれだろう、あそこいいね、汗もいっぱい、あそこいいよね、あそこ、や、2人で初めてできたね、楽しかった、うん、昨日の声の夏好きめちゃくちゃよかった。え、嬉しい、嬉しい、できてよかった。あ、逆だった、え、見たよツイート逆ゲットしてると思った。そう、レア、レアです、レア、レアってことにして。ぬしさん結婚してありがとう。こいさん結婚してありがとう。座ってるやん、休校マスターなの。結婚してるよ。デオさん結婚してありがとう。津山屋さんレインボースターありがとう、ありがとう、ありがとう。すみません、お疲れ、ありがとう。ケイさんタワーありがとう。キノコクマちゃんだ、ありがとうありがとう、嬉しい。
ゃん、カリアイのキャプテンになったの、すごすご、最年少キャプテンってこと、あ、カリアイ、そう、最年少なんよ、りょうちゃん、すごいね、なんかしっかりしすぎてて、うん、なんか上から上から目線になってじゃなかったなんか危ない、そう、いやでもしっかりしてるからすごいな、でもいいキャプテンになりそうだ、りおちゃん、竹松さんかわいい、ありがとう、初ポチなのよかった、嬉しい、頑張った、でも 2日連続あのステージだったから、昨日花だれで今日フェスで、花だれでやった曲もあったんですよ今日のフェス、昨日のりんこさんポジと頭の中がごっちゃ混ぜになって、生きここ行きここ、うん、こっちまぜになってやばかった立ち位置がこっちゃまぜになっちゃった、六本木よろしくね、嬉しい、来週六本木頑張る、待ってるね、いっぱいあるね、9月も意外と、9月フェスツアー終わって結構9月ゆっくりモードかなと思ったら意外となんやかんや忙しくしてる、え、そう、え、間違えた、そう息をする心やっちゃったのバレてんな、バレてる、やばい、あれはバレちゃうぐらいの大ミスそうかましちゃったんですよ、そう、りんこさんのポジションに行っちゃって、後で気づいて、あの、そう、大股の2歩で戻りました、いや、すごいよ、やばい、やっちゃったんですよ、そうなんですよね、こんばんは、天井高かったが過ごしやすかった、確かに、え、めっちゃ大きかった、広かった、初めてのゼップ横浜めえ、あ、シガさん頑張った、タワーありがとう、嬉しい、頑張った頑張った、ありがとう、キヨポンさんお疲れ、ありがとう、どの曲か思い出せないんだけど、ある曲のダンスの仕方、あずみんちゃんの解釈が一番好きやと思った、え、嬉しい、めっちゃ本当嬉しすぎる、どの曲だろう、ちょっと充電器持ってくる、ちょっと充電器、あ、持ってくじゃあ画面ここで映すとんで OK くるくる映れないのがね行こうかOK よいしょ、はい、OK ありがとう、にゃん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 あ、3日間本当にありがとう、え、嬉しかった、ありがとうね、平一さんしかも最善、うん、目の前やった、嬉しい、りっくんお疲れ、ありがとう、公演後でテンション高いな、高い、さっきまでね謎に壺に入って笑いの話、あ、全然そんな面白くないことなのにしょうもないことで壺に入って肺が痛くなるぐらい笑ってた、誰で寝れんかもしれん今日
寝かせませんよ。え、ゾワゾワ鳥肌お風呂一緒に入ろっかな。あ、ごめんなさい拒否されたクークーとお風呂一緒に入ろっかな今日。ごめんなさい、今日入ろっかな。二人入れるぐらい広いかなお風呂。まあ、に小さいからね。え？いや、私とクルクルで一人分くらい。一人分。私とクルクルで。なんか入れるよ多分。ベッドも寝れるよ。一つのベッドで。あ、それはいいよ。うん。あ、それはいいんだ。サンキュー中でサイドは 2.5 受け止めと。あ、本当サンキューの人は落ち着いてパフォーマンスしてる感じ。そんな感じあった。よかった。小路さん、キノコありがとう。ヘリアスミさん、バラありがとう。こんばんは。そう、ヒゲメガネさん、レインボースターありがとう。一瞬のスリル、え、一瞬のスリルが好き。嬉しい、めっちゃ。あの曲可愛いよね。可愛いけどね、難しいよね、あのダンス。ダンスは何気に3日連続で、え、ありがとう。待って、ツイート見たかもしれん。嬉しい、ありがとう。こんばんは、ヘレンさん。どうでした？え、ミーナちゃん、え、そう、でもね、ステージも見れなくって、ミーナちゃんのステージが終わった後に楽屋にね、あの、来てくださって写真撮ってお話ししたんですよ。みょうこうちゃん、お疲れありがとう。土質はくるくるです。お腹が痛い、そう、肺炎じゃない、お腹が痛いか。りゅうくん、ハートありがとう。こんばんは。ヘアツイン、うん。こいじさん、ハートありがとう。ひげめがねさん、きのこありがとう。アンダレ公園ありがとうね、来てくれて。 T シャツも嬉しかった。綺麗やった、嬉しい。またね、またあのポジションでも出演できたらいいな。夏好きやりたい、嬉しいです。初のなんか魅力じゃないの、新鮮だった。めっちゃ鼻だれで魅力以外のユニットに出るの、魅力でしかやったことなかったから。1月20日ツーショット会もし、え、嬉しい、ありがとう、ありがとう。え、そう、メールにね、残りの日程のテーマを載せて、最新更新したあの予定表みたいなのをメールの方には今日昼ぐらいに送ったんだけど、またツイッターの方にも載せようかな。2時締め切りが明日の1時までかな、21日、明日の1時までなので、2時受付が待ってます。お話し会、あ、福岡のお話が当選した、ありがとう、嬉しい。サンタさんだよ、福岡。コウジさん、ハートありがとう。そば屋さん行ってくれたんだ、かわり屋さん、嬉しい。こんばんは。サルトビニザイモンさん、キノコありがとう。こんばんは。中華街行きたかった、行きたかった、中華街。ツナさん、バラありがとう。シュア、え、シュアもやってみたい。シュア、じゃあね、終わりかもね、いいタイミング。ツナさん頑張ってた、ありがとう、嬉しい、ありがとう。ありがとうね、昨日の花だれも、ありがとう、頑張った。こっちも見つけたよ、ありがとう。バブミンが気になって嬉しかぬむれん。それももう会いに来てください、バブミン。さて、どんなものか、バブミン気になる方はその目で確かめに来てください。なんか笑われたんだけど。なんかバブミン、バブミン、バブミン、あ、バカにされた、バブミン、あれ。バカにされたんだけど、バブミン。
2月4日のクルクと私服交換楽しみ。え、そうよ、私服交換しちゃうクルクルと。イエーイ。クマネパパさん、キノコありがとう、結婚してもありがとう。アスミの服入るかな。え、ねえ、一緒だわ一緒、どんだけちっちゃいん私。一緒よ。楽しみ。え、どんなんかいね、系統。くるくる、服の、服の系統。うん。でも一緒じゃない、なんかさ。でも似てるよね、うん、そんなに遠く離れてないよね。この前だって確かにかぶったわ、ね、そうだね確かにかぶったね。あ、安住のアジカ行ったことないから待ってる。え、嬉しい、コーデさん来てほしい一回だけでも、一回だけでも来てみませんか。待ってるよ。ねえ、安住のエイクやられた、またやっちゃ、やられちゃう、また攻撃、ここでもあ、シューマイ弁当か、ノーピがツイートしてたわ。シューマイ、シューマイって書いちゃったメール。シューマイ、そう、20ちゃん最後のバブミン。え、そうそうそう、え、そういう意味でバブミンにした。イエス、そうなんですよ、バブミン。150の壁大きい。いや、それね、スイビさん、キノコの、いや、リスちゃんとキノコありがとう。ヒゲメガネさん、結婚してありがとう。で、言うてね、言うて変わんないですけどね、くるくると私って。え、今日もだって知人だって言われてたよ、くるくる。昨日だっけなんか言われてたよね、言われた、一緒に並んでてね。じゃあ疲れてなんかしぼんでたのしぼんでたの、疲れのしぼみね縦に調子いい時は高いか、確かにそれあるかも。じゃあ私常にしぼんでるんかも。そうそう、本領発揮したらもうちょっと大きくなれるかも。そうだ、うん。しみこさん、結婚してありがとうえー、そう、ジャンプ、ジャンプ力自信あるのよ。広島子パセリさん、きのこありがとう。あ、嬉しい、飛行機とか撮ってくれ。あ、バブミいつあるか、一回ポスターあるか見て。ありがとう、バブミ。そう、勝負しぼみん、しぼみん、毎日しぼみんかもしれない。ペロ 2.5 センチも大きいよって。ペロミンはフェロミン、フェロミン、え、フェロミン。でも昨日ね、ちょっとフェロミン出そうと頑張った、夏好き。あ、うん、あの、うん、手にダチャ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 ララフェロモンってやつのところ。あ、出とったよ、出とった、うん、フェロミン、うん、あの裏の映像のモニターを見てた。あ、本当、あ、モニターでも分かった、うん、そう、そこフェロミンで頑張った、ちょっとあ、2時の申し込みもう知ってしまってるから3時の申し込み嬉しい、ありがとう、お話ししたい、私も待ってる嬉しすぎる。まえちゃんかわいい、ありがとう。ゆかぴいるよ、当日。やさん、きのこありがとう、こんばんは。20歳過ぎたら縮むんかね。え、やばいじゃん私、じゃあこれからどんどん縮んでいくよ縮む、縮む未来しか見えない。よろしまこパセリさん、結婚してありがとう。まあなんとかなるよ誰どこ目線
そう、家事にもフェロモン。え、そうなんよ。フェロモンあったけん、フェロミン出しちゃった。メオコちゃん結婚して、ありがとう。僕はこの海眺めてるアイちゃんさんと並んでたら、アズミン差があるけど、くるくとアイちゃんその頃に見た。やっぱ、なん、ちっちゃいんかな、やっぱ私って。うん、ちっちゃいのか。全部ちっちゃいんじゃない？そういうこと？褒めてるそれ。褒めてるよ。めっちゃ褒め言葉だよ。本当？うん、けなしてない。褒めてる？褒めてる。褒めてるよ。ネイロさん結婚してありがとう。顔とかだってないの？顔ない？ゴマ、うん、ぐらい？え？ゴマぐらい、ゴマぐらいちっちゃい。こんばんは。寝る。確かに今日でも早く寝れないかも。いろいろと、いろんな、いろんな意味で早く寝れんかもしれない。コンプラみたい。そう、いろんな、いろんな意味で。想像に任せます、みんなの。いろんな意味、いろんな意味で寝られないかも早く。まずみ忙しそうだ。そのお仕事系でね、やばいよね明日。星正さん、お疲れ、ありがとう。あ、とりあえずメール見てます。ありがとう、嬉しい、ありがとう。そう、意味深だって。優香とコンプラですね。優香、おきさんも、おきさんも。あれ、どっちも優香と名の付く方はコンプライアンスなんかもしれない。コンプライアンス、コンプライアンス。でもくるくるはゆうかよりもくるくる感強いだよね。うん、くるくるって感じ。ゆうかじゃない、自分もないね、うん、くるくるかくるしまか。ゆうか、あ、ヤクルト戦もらった。え、そう、今日マネージャーさんにまたもらいました。そうな、もうヤクルト戦専属のマネージャーさんがいるってぐらい。あるマネージャーさんにフェスとかのイベントで出会った際は絶対ヤクルトもらえるんですよね。そう、プレゼント、今日もヤクルトプレゼントしてくれた。そう、え、明日ね、早いんよ帰るのが。そうじゃけ、ちょっと朝配信が明日はちょっと激早すぎるってできそうにないから、夜配信するね明日、月曜日だけど夜配信する。あ、リアルがいいのかオンラインがいいのか。でもすぐ会えるのはリアルだよね。リアル来てオンライン来てほしい。どっちもどっちも来てほしいな。でもすぐ会えるからリアル嬉しいな。来てくれたらすぐ会える。リアルが一番キンキンに会える。コウジさんハートありがとう。やばい、あと5分早いね。2人で語っちゃう。翼授かろう。え、今から？うん、え、照れくらいよマジで。なんで今から飲む？まだ残っとった？一日かけて飲みよるじゃんそれ。ねね、あ、もう今日オールじゃん。元気になっちゃうそれ飲んだら。翼は授かるよ。うん、新幹線の中で寝る。マネのあだ名ヤクルト戦になりそうなぐらい、そうヤクルト専属マネージャーさんがいる。ヤクルト戦でも今日飲めないわ。ちょっと今日はもらったけど、明日の今日の夜なら飲めるかな。
今日の夜じゃない明日の夜か、明日の夜なら飲めそう。ヤクルト戦飲んで眠りにつく、深い眠りに。今元気になってどうするのだ。いや本当だよ。もうそもそもあれだから最近4時寝だから、やば毎日マジで何時に起きとるんそれで。4時寝か寝落ちして、うん、日またぐ前に寝るか、まあ、どっちか。あえ何時に起きるのそれで。その日のお仕事による。あーなるほどね。確かに。えでも確かに最近 ゆっくりしてたもんねお仕事、うん、そんなに早くない、うん、かでも早く寝だしたら肌が荒れる。本当に。うん、遅く寝た方が荒れないの。マジで逆じゃないの、うん、自分寝不足になった時の方がやばくなる、うん、多分夜の人間なんだと思う。あもう夜型人間。確かに。えでもそのイメージある。くるくる、ね、ショートスリーパーか、うん、あそういうこと。それでもない気がする、うん、夜型人間だから。大変だね。大変だよ。今日どうするの。でも寝ようと思ったら疲れとったら寝れる。あーじゃあ今日寝れるかもしれない。寝れる、ね、うん、新幹線で寝ちゃった。あーなるほどね。じゃあもうこれなんだからもう今日は4時に寝て1時間だけ睡眠して。起きる。やばい59分だ。やばい待って何時言います。13位、かげさん、17さん、12位、こうすけさん、11位、ラブリー48&46さん、10位、こうじさん、9位、こまねパパさん、8位、すいべさん、7位、こいさん、6位、ひげめがねさん、5位、りおさん、4位、ゆずきちさん、3位、けいさん、2位、しんごさん、そして1位は、つのさん、ありがとう。ごめんね、最後。めっちゃ関係ない、しょうもない話してもらっちゃった。